ファミツーウェイブ。あいえ、今回はプレイステーション最新ソフト一挙6本紹介。その他にもエニシスマルヒソフトや体験版などお腹いっぱいてんこ盛り。内容も一新してさらにパワーアップ。 Are you ready? So go for that! Let's check it out!昨年のスターオーシャンザセカンドストーリーやいただきストリートゴージャスキングなどの大ヒットが記憶に新しいエニックス。さらに今年はあのドラゴンクエスト7も発売される予定とあってメーカー注目のナンバーワン。そんなエニックスの明日を担う重要人物を我がファミツウェーブ編集部がキャッチ。接触を図るべくエニックスへと向かった。どうもファミツウェーブ編集部原作エンジンです。今日はですね、かわいい読者ちゃんのために、ここエニックスやってまいりました。この人が今回のターゲット、渡辺康人氏。あのホットなダンスバトルゲームバストアムーブの制作者であり、バストアムーブ2やこの春ゲームショーで話題をさらったあのゲームも制作しているエニックスの名プロデューサーなのだ。今日はですね、バストアムーブ2、はい、あとですねドラゴンクエスト7のドラクエ7ですか、はい、情報なんかをいただけたらなと思いまして、はい、今日来たわけなんですけれども、バスト2のことだったらもう何でも聞いてください、もうドラクエは今年こそ発売されますようにっていう感じなんでまだこれなんですね。これなんですよ。1が、まあ、ああいうゲーム性ですからシンプルで、まあ、ある程度のところまでこうゲームとしてねこう固まっちゃった部分はあると思うんですよ。それをこう2でねどうやってこう崩してよりもっといい形にしてね完成させていくかっていう部分がやっぱり一番苦労しましたね。新キャラクター、はい、出ると思うんですね、その辺はそうですね、まだちょっとね隠しの部分がやっぱり多いんですけどもでもいるんでしょ。います、そうですね、今回は隠しキャラがですね増えましてですね、またそいつらがですね、まあ個性派揃いなんで、まあこれはちょっと自分の目で見てくださいとしか言えないんですけど楽しみですね。それは親しみやすい操作性は前作と変わらずに、今回はゲーム性が大幅にスケールアップ。おなじみのヒートや新キャラクターのバイオなど新旧入り乱れての激しいダンスバトルが繰り広げられる。ステージ全体がガラッと別のステージに変化したりと、ステージ上での演出もパワーアップ。君も4月22日発売のバストアムーブ2で熱く燃えようぜ。さらに検索エンジンは新たな情報を求め渡辺氏との交渉に当たった。ゲームショーで出てたあの例のあれ見せてくださいよ。いや何のことですかね。せがれいじりですよ。せがれいじり。せがれいじり紹介の交渉は困難を極めたが、バストアムーブ2対決で決着をつけることに。ところが検索敗北。これで終わったと思うなよ、エロくそーいきなりやがって。もう全部もらって帰ってやるわ。それはちょっと困るんですけど。帰るもん。帰るし、あ、帰ればいいね。ちょっとあんた何なんですか。まあ落ち着いてください。取り乱しまして、お見せしますんで。いいんですか。ありがとうございます。ママのうんこ。くだらない、ありがとうございます。褒め言葉ですね、それ。いいんですね、じゃあそれは。バカ。バカです、ありがとうございます。もう、頑張ってバカやってますんで。いいんですね。じゃあもう、それは最高だと。最高です、ね。バカで最高。バカで最高。下品で最高。
今月のお言葉、バカで最高、下品で最高。今日はですね、もうバスタームーブ2と、はい、せがれいじり、せがれいじり、はい、もうたっぷり情報の方いただきました、はい、ね、ありがとうございます、よろしくお願いしますよ、もう本当に、ね、で、ですね、忘れちゃいけないドラゴンクエストの方の情報を、はい、それなんですけど、まあ、これはあの来月の宿題ということで、もう一回お願いしましょうか。さらなるゲーム情報を求めて検索エンジンは今日も行くかも。マクロス VFX2、 世界初のカメラシステム、バリアブルビュー搭載、前作をはるかに超えた驚異のリアルドッグファイト、マクロス VFX2、 99年春発売予定。 NBA Live 99、 全米ナンバーワンスポーツゲームブランド EA スポーツが放つ NBA Live シリーズの最新作、ついに登場。当然選手は全て実名。選手の動きや NBA の興奮をリアルに追求したバスケットボールゲームの最高峰。もうすぐ君も本物の NBA を体験できる。70年代風ロボットアニメ月日 X、 佐々木勲、影山博信などヒーローロボットソングの大御所が熱唱のドラマティックシューティング。神明をはじめとする豪華声優陣が熱いシャウトでゲームを盛り上げるぜ。合体変形を駆使して並み居る敵をぶっ倒せ。君もロボットアニメのヒーローになって熱く燃えろ。愚かな地球人どもよ、宇宙悪魔帝国のビースト軍団の威力の前にひれ伏すがいい。輝く季節へ、マルチシナリオ&マルチエンディングで綴られるノベル形式の恋愛アドベンチャーゲームの登場だ。君は11月末からの1ヶ月間を心の奥底に傷を持った男の子として過ごすことになる。さまざまな女の子との出会いを通じ、人のぬくもりを感じて心の傷を少しずつ癒していくのだ。この春、君に深い感動が訪れる。 R、 楽しくスピーディーなスノーボードアクションをポップなビジュアル表現の 3D ワールドで体感しながら音楽を作り上げるゲームの登場。ベースのリズムにトリック技を決めながら徐々に音を変化させ、ベストアレンジに持っていけ。今ロックとボードが融合した選手たちの熱く孤独な戦いが始まる。有限会社地球防衛隊、育成、経営、戦略などの多層構造型シミュレーションゲーム。巨匠実相寺明雄がこだわる照れくさいほどの演出が込められたかっこよく美しいムービーシーン。時には激ヤマ、時には人の心の裏側をそっと覗かせる社会派ストーリー。これまでのゲームとは一味も二味も異なる現実の中の冒険活劇、ついに登場。